1万円でマックを買っていきたいと思います。みんなにただご褒美へ1万円買ってくるっていうのもなんか尺なんで、ちょっとだけ罰ゲームみたいのも用意しようと思います。みんな頑張って。ゼロブリー、今回はなんとマクドナルド1万円分です。イエーイ、マクドナルドやったー、ありがとうって伝えたい。伝えたいって伝えます。もうめっちゃ負けてきた。ありがとう。でも帰るんだろ。でも全然食べるよ。ありがとう。ごめんなさい、4人で食べさせてもらって。大丈夫じゃないのよ。セッシル、ママハ、ジェシカ、オッチ、ゴー、ゴーです。はい、ママが買ってきてくれたマックで1万円企画。イエーイ。ちなみにみんなこの量見てどう？あんまり食べれそう。マックって安いからさ、多いのかなと思ったら、これだけ見るとこいつめっちゃ喋るやん。なんやこいつ。むしろ私が買ってきたので、ありがとうって伝えたい。はい。隣にいるんだよ。目合わせろ。しかもではね、皆さん必死で食べていきましょう。せーの、みんなレッツゴー。買ってきたんだから。買ってきたからって何でも許されると怒らない。せーの、うん、あーレッツゴー、ゼロプリー。せーの、いただきます。え、これって早い者勝ち、それともじゃんけん、トーナメント、トーナメントくそ。早い者勝ちです。が出てきたら、えぇ、じゃあこれでいこう。またゆうちゃんの中よ。さあ戦えよ。私はさ、これがいいとか言われよ。2品目皆さん選んでください。せーの、おがつくね。さすが肉食系女子。あ、でもな、侍とか。ちなみにここにもおるね。チキチー、ポケモンってそういうのかわいい。チキプルーみたいな。いたよな。いたな。いたわ。え、みんな何食べたい？これ食べてみたい。え、じゃあうちもそれ。え、私これ。え、まあ、おうちはね、それでもバーガー頼んでるし。これ安い。高い。高い。めちゃくちゃ爪長いやつ。思ったわ。絶対心臓つぶす気やろ。いただきます。いただきます。おいしい。サラダ完食しました。辛っ。辛っ。辛っ。辛い。めっちゃ辛い。そんなに。やけど辛いやけど。ね、何食べたの。炙り醤油風ベーコン玉と肉厚ビーフ。え、それサムライマックやろ。うん。なんでだ。死ぬほど痛い。どんな辛さなの。痛いって。食べきれてる。辛っ。大げさやろ。はぁ、出身が大阪やからみんな盛るねん。食べてほしい。関西人ってみんな盛るから。これ辛いタイプのやつとかあります？え、でもなんかその袋が赤くないですか。これまだ袋赤いから赤いんだ。それがさ、マックがさ出してるやつが辛いのさ、うちがデスソース入れたから辛いのかさ。こんな感じで1万円分を大量に買ってきました。このハンバーガーたちの中にデスソースを加えていきたいと思います。こちらのサムライマック、多分サムライマックに関しては食べたことない人いるから、なんか、あ、こういうもんなのかなって思うかも。これ絶対結構デスソースってちょっとでも辛いんで、これぐらいの、うわやば、結構丸見えだけど、でもまあそういうものだと思います。多分サムライマックってこうだったんだなって思ってくれるはず。相当痛いと思うわ。ちょっと涙出てんのわかる？ちょっと涙出てんのわかる？ちょっと涙出てんのわかる？何させんの？さあ、バクバクじゃないのよ。バクバクじゃないのよ、あんたら。めちゃくちゃ辛いねんから。プロだからちょっと。すげえ、涙出てきた。赤いからですかねって言ってた。怖っ。一番怖いやつ。赤いからですか？怖っ。一回食べてほしいかも。てかバカ辛いから。行こう。行こうやじゃないね。行こう行こう。お願い。ほんまに辛いから。何にも喋られへん。めちゃめちゃ喋ってんの。バカ野郎や。何も喋られへんぐらい辛い。頼むから。頼む。痛い。え、やめろ。痛いね。完食。うわ。え、ちなみにみんな何が無限？もしこれ永遠に食べてくださいって言われたら。ダメね。寿司。全員無限は嘘。うわ、うちら食べれて回せって歩くないこれ。あるか。なあ、トークテーマ。え、でも今結構話したね。うん、うん、もっと真剣にみんなと話したい。すごいじゃん。やめた方がいいよ、もうこのまた。向き合うとこがもう分からなくなってんじゃん。真剣に話したい。今マックと向き合ってんのに。じゃあこういう男は嫌だ。あー、これ叩かれるかな。まあ個人的な意見として、デート中されたらちょっと泣いちゃうかも。車乗ってる時だけ性格が変わる。ずっとね、あのクソジね。今おるそういうやつ。って言う人がいたら嫌だなっていう。もしもの話ね。うん、もしもの話。デート中で嫌なこと。こっちが運転で、例えばさ、うん、
青青青って言われたらうざくない？え、うざくない？え、こっちが運転側よ。あ、青やでやった。指示されてる感じだし嫌だ。じゃあシンプルにそいつが忘れてた場合は、あ、じゅ、あ、こう運転してて、うん、それはそれはもう間違うやん。あんたが悪いよ。え、怖、反省して。いや、怖、あんたが悪いやん。それそういう大事、あの、お題じゃないのこれ。あんたが悪いよ、それは。青に気づかんかったやろ。実話じゃないの。あんたが悪い。私が悪いことなってるやん。ジェシカ、ジェシカ、ジェシカ全然何もない。やば、黙るよ。好感度で LINE してるよね。え、デスソース、これデスソース、マジで聞き込み無理。サラダ完食しました。ナゲット完食しました。ももちゃんやるじゃん。ももちゃんどうしたの今日、いっぱい食べるじゃん。いっぱい食べる君が好き、えい、お前は例外。さあ、みんなバレさ、可愛いと言われると思ってた。じゃあ次、こういう女子は嫌だ。うちさ、聞いてくれる？ユニバ行った時にな、まあ友達で行ってんけど、まあ隣カップルやってん。スパイダーマンわかる？で、スパイダーマンがレバー1本なのよ、うん、鬼長の1人じゃなくて全員でレバーでさ、まあ申し訳ないことにさ、人よりはちょっと大きいわけやん。で、そうカップルの彼女の方、うちの隣で彼氏みたいな、うんうん、で、まあうちで友達みたいな感じやったやんか。で、パッコバーってこう閉めるやん。ほんならまあ正味うちには合わせるわけやん、レバーを。申し訳ないけど、だって1本やから、うん、それ仕方ないやん、うんうんうん、だってそれ以上やっぱグッて言ったらうちは死ぬわけで、だからもうこれがはここら辺やなって言ったら、まあ結構彼女の隙間できてたわけ。なんかあ申し訳ないって思ってパッて見たら、彼女がな彼氏になんか隙間できてて、なんかすごい落ちるかも。うちは寄せるんだよ。うちは横におんのりやで。うちは横におんのり。完食しますじゃねえよ。ねえ、フォーク取れますじゃないのよ。完食食べて。でも冗談抜きでやばい、ほんまにやばいよ。でも結局さ、ああいうのって落ちひんからみんな一緒のレバーになってるわけやん。そうやで。それをわざわざ持って伝えてんのがキモくない？そうやで。それが小学生とか幼稚園児とかやったらわかんで。そうやで。でもね、身長制限あるやん。そうやで。年齢制限、身長制限含めた上でお前はそれを超えてる。そういう女がめっちゃ嫌。いや、うち怖いと思ったもんな。全然友達じゃないんだけどさ、全然ともあーついてないだろ、ついてないだろ。なんならつけてんだろそれ。あー、ほくろなのよ。あ、話気になる。高校生の時なんですけども、うん、うちが最初朝トイレ行って手洗ってたのよ、うん、そしたら別の女の子たちのチームみたいなのもトイレ行って手洗ってて、一人来たのよ、おはようって言って、多分そこのチームであろう一人が、でおはようって言って、え、まるまるちゃん今日もなんかすごい可愛いみたいなこと言って、うん、ありがとうそっちもだよって言ってバイバイってして、すぐバイバイしたの、その人、うんうん、でその子が行き終わった後に、あいつマジでいつも可愛くねえな、うん、っていう話をもう消えた後速攻で話してて、いやそれなってか口臭かった、みたいな。嫌すぎる。いやされたことある。嫌だよ。私もみたいな。それ見た時がすごい女子だなって思った。人間ってブスとかよりも一番臭いがストレス溜まるらしい。悪口の中で一番嫌なの臭いじゃん、うんうん、ナゲット完食しました。飲み物を飲みました。頑張って食べてね。苦しい感じあったよ。こう見えて全然食べんねんけどな。反対のことやってる。わ、胃がやば。うざいな、文句言うなよ。全然可愛そうじゃない。これ一口でいけへんのかな。やばいよ。何口でいける。返してみようや。絶対やめた方がいい。あ、ね、絶対やめた方がいいよ。すぐ噛んでね。頑張ったら二口やな。え、はい。だからよ、だからよ、だからよ、だから絶対やめた方がいいってずっと言ってたのに。やば。なんとデスソース2つあるんですよ。このクレーンのやつの中に入れていきたいと思います。だいぶ辛いと思う。これ多分もうずっころで死ぬ。いや、みんながさ、これに手つけないから、あ、シシも食べないんだ、じゃあもう一つはなかったことにするかとか思ってたら食べ始めた。もうちょっと押し売りしろよ。これ何口でいけるかなって。やばい、死ぬ。ごめんな、死ぬ。それは死ぬ。え、多分一番入ってんのよ。今度うちたちは固まりったやもん。だってもうヒリヒリしてたもん、こうちょっと。今みんなヒリヒリしてる。子供の報告みたいな。でもな、今はヒリヒリしてない。大丈夫。あ、食べるぞ。沈黙戦取って。沈黙されたら自分が食べることに気づいちゃう。いや、無意識やったんや。自分が食べることに気づいたらお腹いっぱいなの気づいちゃうから。でもさ、美味しいよな。アイス。食べた？あー、意識してくれた。水！泣いてる。泣いてる。ちょ、笑いすぎた。食べた、号泣の中で。27ってなったら、こんなことでなく。27だったらな、笑いすぎて涙出てきちゃう。27がバクモやん。
指示もらえますか。限界ですか皆さん。決めないでください私たちの限界を。まだビッグマックありますけど。限界です。私はね、私は限界。ちなみに一人が限界になったらみんな限界にならなくて。みんな限界じゃないやんな。うん、分かった。限界で。あ、いけるのか。ごめんな。いけるわ。ごめん、ほんまにごめん。アイスだし。せやな。だから全然あの限界。でもそうやってさ、行ったらさ、来たってさ、限界ですから。全員限界です。うーわ、きつ。お腹いっぱい。ゼロブリー。はい、はい、ということで、なくなりました。イエーイ。全部食べた。どう見てもないよね。すごかったね、うん、やっぱそれぞれみんなお腹出てたから、うん、さすがに全部食べたみたいな、うんうん、何にもないよね。何にもない。何にもないよね。空っぽだ、うん、ということで皆さん、あの全てなくなってるなって思った方、うん、チャンネル登録高評価コメント、その他 SNS をフォローよろしくお願いします。ということで、また